こんにちは、インセルです。本日もバイトを行ってきたわけですが、騒動とは裏腹に、なんか思ったよりは、暇で、多少はね、いつもより早く帰れたりするんですが、思ったよりはですね、それほど、暇ではないというか、忙しい時は忙しいなという感じで、以前も言ったんですが、自分で言うのもなんなんですが、私の働いてる店舗、某有名チェーン店でして、もうあらゆる層が、老若男女が来るような、家族連れもよく来ますし、もう誰もが知る超有名店の、さらにそのチェーン、その店舗内でも、結構繁忙期は上位に位置するような、そんなうちの店舗なんですが、今日もそれなりに忙しかったですし、この時間に帰れるかなと思ったら結構もう伸びたというか、定時も少し過ぎたぐらいっていう感じでね、それぐらいは別にね、想定内、想定のうちに入れとくべきなんですが、どうしてもちょっと早く帰れると、散弾してしまって、後のね、その作業がおろそかになってしまうこともあるんですが、今日、なんかもう、ちょっと夕飯作るのはめんどくさくなってしまいまして、なんかありもので済ませようかなと思ってるんですが、冷凍食品で済ませようかと思って、ちょっと美味しそうだったんで買っちゃいました。なんかオムライス冷凍の。これちょっと作ろうかなと思ってます。今でも冷凍でも結構便利なもんあるんで、これ結構量もあって美味しそうなんで。600ワットの場合6分半なんで、うち850ワットという、非常にちょっと特殊なんでしょうかね。電子レンジなんで。ちょっとこれ、850の場合は600で6分30秒。ただそれ算数、計算通りってわけでもなかったりするんで。850の場合は、8分じゃない、増やしちゃダメなんですね。強くなるから減らさないとダメなんで。500ワットの場合は7分30秒で、50多いから。ただね、前もね、こんな感じの計算法でやった気がするんですけどね、失敗したんですよね。出来上がったその食べ物が冷たかったということがありまして、少し多めにいきますか。なんで、800ワットの場合で考えましょう。4分30秒やりたいと思います。できました。よし、結構いい匂いしてます。多分いけると思います、これで。面倒な時は冷凍食品で済ませましょう。ちょっといただきます。ダメですね、これ硬いですね。なんか失敗です。もう一回温め直します。というわけでありがとうございました。インスリーでした。